朝鮮半島の完全非核化ということに関して板門店宣言ではこういうふうに語られてたんですね。完全な非核化を通じて核のない朝鮮半島を実現するという共同の目標を確認したという文言でした。でその際に北朝鮮の措置は非核化に向けて非常に有意義であるというふうにあったんですね。この北朝鮮の措置って何ですかと言いますとこちらになるんですが、先日金正恩委員長が発表した朝鮮労働党の決定書というものです。その要旨を並べました。核実験と大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験を中止します。北部の核実験場を廃棄します。そして核の脅威挑発がない限り核兵器をこちらからは使用しません、核兵器技術を移転しませんというふうに、決定書という形で発表したんですね。で皆さんこういう話になっていくわけですよね。じゃあこれをやることで何を盛り込みたいのか。核兵器を使用しないってことはいつでも使用できるってことかい、今そういう状況だと言いたいことにも取れますね。だから保有するってこと言ってるわけですよ、ね、持ち続けますよってことっていうことですよね。これねこれって事実上に持ってますよって自分たちで言ってるから、そういうことですよ ね、 すよね、核保有宣言ですよね。それ廃棄しませんよってこと言ってるわけです、だからこれが話が出たらトランプさんはその場で立って帰ってくれるんだろうね。どうなんでしょうね。今までね非核化についてねそれがどういうことを意味するかってことは全く議論してないんですよ。で河野外務大臣なんかも言っておられるようにね、大体6ヶ月ぐらいかけて今後のステップを議論して、それからあと2年ぐらいかけてその実際のステップを踏んでいきましょうと、2020年ぐらいまで片付けましょうという話なんですよね。だからそのまず最初にあるのは核の開発をやめること、次に検証すること、そしてそれを廃棄すること、この3つのステップですよね。で IAEA の査察については前に受けると言っていながら途中でそれを保護にしてやめてしまったってこともあるわけでしょ。だからその見返りを上げるっていうのはね、確かにトランプさんが言うようにアメリカからまだ譲歩はしてないっていうことだけども、だけどアメリカは米朝協議を行うってこと、これは非常に大きな情報ですよね。 それから今まで北朝鮮が核開発をしてきた金をね補填しろなんてふざけた話ですよねそういうことをねまともに言ってることに対してね、我々はやっぱり非核化とはこういうもんだっていう、やっぱりある程度パッケージを作ってねやってかないとね、これは進まない話なんだろうと思うんですよ。そこを米朝協議で議論しようってことなんだけども、今一切そのどういう協議をするか、どういう非核化のプロセスなのかって一切議論がないでしょ。だからどうぞ。あ、いいですか。いや武藤さんのおっしゃって、でも今の武藤さんの話聞いてるさ、今の韓国の大統領は何考えてんだって。いやだからね、今の韓国いやだから北朝鮮を守りたいんですよ。守りたい、韓国と一緒に。でも体制保障、いや韓国がだから、だから韓国だから北朝鮮と向かい合うとか、ね、対決すべきは対決するってもう違うんですよ。今回の意義の最大 の、 最大の意義はムン・ジェインさんあっち側に行ったってことですから。韓国側は、例えば在韓米軍について北朝鮮がいろんな話をするかもしれないって話ってます。韓国側は在韓米軍置いときたいっていう意図あるんですか。ありますけど、ムン・ジェイン政権見てるとさっき武藤さんがおっしゃった学生運動家が青瓦台官邸まで張り込んでて、そういう人たちは在韓米軍全く敵視してますよ。いやなるほど、だから国の政策としてそこまで一気にいくことはありえないけれども、本音ベースで言うとアメリカ出ていけと、心情的にはね、左派民族主義っていうんです、こういうの。でも今回 の、 その IAEA の、 視察を、査察を受けるって言ったっていうそのニュースソースって、21、4日ですかね、東亜日報が多分情報ソースだと思うんですけれども、これって韓国情報当局が言っていたというふうに、言っていると思うんですけれども、お二人が、ね、皆さんがさっきからおっしゃっているように、もうそういう青瓦台だったりとか国家情報院にもうそういった左派の人たち、もう北側の人たちが入っているということは、これは情報ソースとして当たり本当なのかなっていうのはどう。それは全体としてはトモルさんのおっしゃる通り、その韓国から出てくる情報は信頼度が落ちてるんですけれども、前から低いけどもっと落ちてるけど、ただしその IAEA の国際原子力機関の査察受け入れっていうのは武藤さんが先ほどちらっとおっしゃった通り前もやってるんで、新しいことは何一つないんですよ。ただしですよ、僕一番懸念してるのは
トランプさんと仮に会ったらね、まだ会うかどうか本当は分かんないけど、会ったら突然新しいことをね、その核を本当に捨てるとか、IAEA だけじゃなくて米軍が来て核爆弾持っていく、リビアでやったのと同じのもどうぞやってくださいと、そこまで大胆に言う可能性ありますよ。ありますか。私そこ ぜひお伺いしたかったんですけど、ね、なぜかというと、うん、どんな嘘でも平気なんだから。あ、じゃあ嘘ってこと、うん、やらないってことですか。米朝会談、これこの放送ね、北朝鮮の方もチェックしてるそうです。もちろんチェックしてるんですよ。どうぞチェックしてください。全責任は私にありますから。というかね、はい、あの文在金正恩国務委員長 の今までの外交のやり方っていうのは常に何かサプライズを巻き起こす。そしてね、我々がそれをたじろぐってひるむでしょ。でそのひるんだところをついて自分たちが主導権を握る。これがね、北朝鮮 の外交 のやり方ですよ。なんか私金正恩さんばかりなくその前からもそうですね。小泉訪朝の時に拉致被害者8人の方が亡くなっていて、そこで象徴でもある横田めぐみさんも含まれているっていうのは日本側にとって驚きだったんだろうと思うんですね。だからこそ私はその前にその情報がきちんと日朝でやり取りできてなかったんだなってのが驚いたんですけど、全然できてない。そうなんですか。曽我ひとみさんっていう拉致被害者がいることを、僕は当時民間人ですけど知らなかった。お母様と一緒に家出だと、曽我美代さんと一緒に家出なさったんだと、新潟県警の受け止めもそうだと、それをわざわざ実は大サプライズの一つで出してきたんですよ。じゃあそこまで計算してるんです。そうってことは、その割とサプライズを用意しているってことは、今回の南北は割と私は事前に協議したのかなと思ったんですけれども、米朝についてはなんか事前の予定調和じゃないようなサプライズがあり得るんですね。すいません、僕の知る限りですけれども、アメリカはリビア方式でやるっていうのをはっきり言ってるんですよ、うんうんうん、それはその IAEA に任せるんじゃなくて、うん、IAEA は軍事組織じゃないから、うん、アメリカ軍と武装した CIA を北朝鮮の中に入れて、核爆弾も場合によっては技術者もアメリカに連れていく、持っていくぞと。でアメリカにロスアラモスっていう核兵器の研究所があるんですが、そこで解体するということまで北に行ったと。で北の答えはIAEA の査察なら OK です。それはアメリカにとってはそんなもんはもうダメなんですよ。でももう一回言いますが、どんな嘘でも平気だから、どんなことも急にトランプさんに受け入れてみせる可能性はあります。ただ青山さん、ね、今まで言わないから。青山さん、リビア方式ということですけどもね、うん、リビア方式もなんだかね2年半近くかかってるんですよ、最終的にね。そうです、はい、ということはね、やはり今一朝一夕にこれ全部取っ払うということはできないわけですよ。いやもちろん、ちょっと待って、ま、聞いてください。これ以上実際にやるってことを言ってんじゃないんですか。ですからこれ以上ですね、増やさない、改良させないということは、まず核施設をこの生産と開発を凍結させる、凍結したかどうかをまず IAEA に査察させるっていうのがこの多分報道だと思うんですよ。そしてその次にですね、今青山さんが言ったように持ってるもの、これをですね差し出す。でその際にリビア方式が多分適用される、いずれにしても2年半近くかかるということですね。ですからこれが1ステップなのか2ステップなのか3段階か4段階か分かりませんけども、いわば段階的に解決って、その都度アメリカが見返りを渡すのか、あるいはですね全て差し出した後にですね、体制を保障するのか、これがこれからですね米朝交渉の大きなテーマになると思うんですけども、でも体制を保障するって言うけどね、すごいらしいよこの金一家ってのは。なんかで見たけどね、なんか白馬にまたがって山の上から飛んできたらしいですよ。体制の保障ってね、金一家が恐れてるのはアメリカの攻撃も恐れてるけれども、やっぱり国内の軍の動き、ね、反乱、これも恐れてるわけですよ。だから体制の保障でこれで満足だってことはおそらくないんだろうと思う。それなら先生、そしたらですね、もともとそもそもの話ですけど、核を持っていた、核の開発の正当化してきた北朝鮮はアメリカの核犯罪を、まあ、終わらせるためが、それが我々の正義だって言ってきたわけですよね。その正義と言ってきた部分を、もし核を全て放棄してしまったら、まあ、言われた通り、まあ、力パワーの源象徴であったその核を捨てるということは、国内におけるですね、北朝鮮の中での金正恩氏の求心力はどうやって維持できるのかって話になると思います。これはさっきからね、京さん言いたかったことが、いや言わないです、言わないです。言いたかったこと、まあ結局ですね、軍部から取り上げるってことですね、この核とミサイルを。でそうすると、何のために北朝鮮が核とミサイルを持とうとしたかって、その動機ですよね。
まあ、簡単な話がですね、アメリカの軍事攻撃、そのための抑止力というのがですね、まあ、一番の理由に挙げられてますよね。ですから先軍政治、先軍政治のもとに核とミサイル開発に邁進してきたんですね。で、先軍政治っていうと結局ですね、予算は全て国防第一主義になりますね。当然ですね、軍が割烹する、そこの先に軍が通るっていうことは、その軍がですね、まさに特権階級、うん、この既得権勢力になるわけですね。それを金正恩委員長がですね、これから先軍政治じゃなくて先民政治、すなわち経済優先すると、民衆ここを優先するということになりますとね、人口の約20人に1人、120万人が軍人だって言ってるんですよ。まして金委員長はこれから軍縮やるってわけね。軍縮っていうのは、かつて祖父のキム・イルソン主席がですね、20万人まで減らすって言ってるんですよ。ということはこれ100万人がですね、いわば失業ってことになりますね。そうなるとですね、父親の金正日総書記が晩年どういうことを言ってたかというと、絶対軍を遊ばせるなと、ね、変な気を起こすって言ってるんですよ。この変な気っていうのはですね、まさにですね、体制にいろいろこう、ね、背を向けるとか、でそういうようなおそらくジレンマに金正恩委員長は、そういう状況ですね。だから利活利用性がますます来るってことです。ま、国内の軍について言えば、金正恩氏は若くしてなった後、それの統率にアメとムチを使って非常に苦心したって話がありましたけれども、さっきのお話、すごく微妙なニュアンスで、あえて濁されているだと思いますけれども、軍については金正恩氏はもうかなり統率されている状況な、現段階ではかなり握っているんでしょうか、それともまだそこは国内でも難しいところあるんでしょうか。いや、把握しているとは思われますけれども、抑え込んでるというか、まあ、グリップしてるでも、まあ、ピョンさんからあった問題提起も含めて言うと、実は北朝鮮は出口がないんじゃないかと、そうですよ、ね、それがまた違う懸念なんですよ。これは日米で実はかなり最近話しちゃってることで、ということは出口作ってやらなきゃいけないんじゃないかっていうこともあるんです。でも確かに例えば北と南が仲良くなりましょうと言って、じゃあ平和協定を結びました、もう休戦というか、もう終戦しましたってなった時には、体制保障はほぼほぼできませんよね。ということは北と南の人が交流をするということは、お宅のちょっとおかしくないって必ず言う人いますよね、南の人で。そしたら、あ、そうか、民主主義ってこんなに素晴らしいものなんだっていうふうになったら、もうその瞬間にこの体制保障というのは、まあね、その民間レベルでも崩れていくわけじゃないですか。そのとおりです。アメリカで保証しきれないんですよ。そうなった時に、うん、なのでこれを入れるということが、私はなんか普通に考えたらもう交流あえてもう今まで避けていたのに、それをやるっていうことは自分たちで自分たちの首を絞めているような気がするんですけど。だからね、この合意はね、一言で言って、さっきもここに書いてあるように、核を使用しないって書いてあるけど、核兵器は放棄しませんと。そうです。その代わりそれ以外のことだったら形の上ではなんかいろいろと譲歩しますよ、だから核兵器は持たせてくださいっていうのがここに秘められたメッセージじゃないかと。その通りです。核保有国として認めてくれってずっと言ってきたじゃないですか。そこと変わってはいない。変わらない。言い方を変えただけということで。落としどころとしては ICBM はないけれども、うん、日本の中にある米軍基地に届くようなものっていうのを作って、そこを、ある程度担保にして体制を維持するっていうところになるんですか。いや、だから途中までっていうか、つい最近まで北の戦略はそうだったんですけど、ここは本当に日本の外交努力があってですね、安倍総理だけじゃなくて外務省も含めて努力をして、防衛省も努力をして、軍同士の、まあ、軍と自衛隊のパイプも使って、アメリカはそれやらないって方向に一応今なってるんですよ。わかりませんよ、トランプさんが全部ひっくり返すかもしれないから。でも従って北朝鮮も実はこれなんていうか、着々とやってるように見えて、戦略が一旦崩れたんで、立て直しの最中にこのムンジェインさんを巻き込んだというのが本当のところです。ちょっと待ってね、はい、そう言っちゃもう終わりだよっていう感じになってしまいましたね。今世界は、国際社会はとにかく南北首脳会談で北朝鮮が曲がりなりでもこれ非核化について言及し、共同文書に盛り込まれた。でこれがその米朝首脳会談へのいわば架け橋、あるいはつなぎということになりますね。で米朝首脳会談に我々が期待をかけるのは、なんとかですね、ここで北朝鮮を完全に、そして不可逆的にかつ検証可能な非核化に持っていきたいということですね。ところが今、青山さんも、そしてですね、武藤さんもこの朝鮮労働党の決定書を見る限り、これ核を、ね、この放棄しないということじゃないか、こういうことですね。私からするとですね、あくまで
北朝鮮に非核化に向かってほしいと、完全に核を手放してほしいというその一念で、期待で、淡い期待でもって申し上げるならば労働党のこの政治局会議って年に1回開かれるんですよ。ですから今後の米朝の協議次第によって、何度申しますけども、アメリカが北朝鮮に体制を保障するということでですね、これ書き換えることもできるんですよ。その理由はですね、よく考えていただきたいんですけども、北朝鮮を攻撃する意思と能力を持っている国はですね、アメリカに以外いないって言うんですね。北朝鮮からしますと、中国とロシアはですね、友好国になりますし、あるいはですね、そのヨーロッパははるかに地理的に遠いし、朝鮮半島と利害関係ないですし、東南アジア諸国とは友好関係でありますし、韓国とは今度ですね、南北関係で関係改善される。そうなるとですね、日本はその拉致問題で北朝鮮と一線を交えるような国でもないし、あるいは日本は北朝鮮を、ね、煮てこうとか焼いてこうとか攻撃しようとか意思も能力もない。そうなるとですね、アメリカとだけ北朝鮮がですね、決着をつけばですね、核を持つ理由がなくなる。そういうふうに考えますとね、何度申しますけども、北朝鮮が本気でアメリカが体制保障するならば、手放す可能性がね、それはゼロではない。だからアメリカもトランプ大統領もポンペオ CIA 長官も北朝鮮と交渉するつもりじゃないかっていうね、はい、まあ、あのそこは僕はピョンさんとはっきり意見が違うので北は核を捨てません。捨てない、はい、これ今の、いや僕は中間なんですよ中間今のさ、ま、真ん中座ってるから中間なんですけどね、あのさすが外務省、意思としてはね、核を放棄する意思はない。だけどアメリカの圧力、攻撃されるんじゃないかってことをやむなく放棄する可能性はゼロではない。ない。で、その時体制保障はどういうことか、その体制保障でこういうことであれば北朝鮮は納得するっていうことはなかなか見当たらない。これが今の現状じゃないかと。ね、今武藤さん あのお話、あの中間とおっしゃったけど、まあ、実はかなりリアルな話でね、つまりあのこういうあの国際関係の話って難しそうに見えて、普段の生活と別に変わりませんから、要はさっき12項って VTR で言ってたけど、それは朝日新聞説をそのまま流してるんで、実際何項か分かんないけど、まあ一応十数項だとするじゃないですか。そう、例えばね、 4、5項隠すとかそういうことはできるんですかというふうに、これ北朝鮮に聞けないから、で日本は核持った経験ないので、まあ、はっきり言うと米英仏に聞くしかないんで、僕なりに聞いたらですね、あのそういう フランスとかイギリスの見方も、いや米軍は北朝鮮の核を一個一個取材をもう把握してると、ね、したがってあの攻撃ってことに仮になった場合、あるいは米軍があのピョンさんがおっしゃった通り、まあ本当に2年かどうかまだ分かりませんけれども、1年以上かけて入っていった時に必ずその見つけるので、だから武藤さんのおっしゃった現実には捨てたくはないけれども、捨てる意思はなかったけれども、全部ほじくり出されるということはゼロではないんです。ただピョンさんのおっしゃるように、あのそれぞれの核保有国の核って意味がありますよね。インドとパキスタンってやっぱりお互いに向けているわけだし、まあ、インド中国を見ているわけだし、あれは本当は違うんですよ。インドの核はチャイナを狙ってる、あ、インドは中国って話もありますけど、地域地域で核の意味って違うと思うんですけれど、もし仮に北朝鮮の核ってのが対アメリカ用としてだけ存在するならば、あのピョンさんおっしゃるように、そのアメリカっていう国が本当に何か考え、あの戦争を絶対仕掛けないと思ったら放棄するっていうことは、理論上確かにあのすごく、あ、なるほどねと思って聞いたんですけれども、そういうことは現実にはないっていうのがお二人の考え方なんです。私がね、なぜこういう話をするかと言いますとね、ずっとこの米朝の関係をね、40数年間追っかけてきましたね、裏話も結構しておりますしね。で、あの私から言わせると、今の動きっていうのは、米中の動きっていうのは18年前のクリントン政権下の時の動きと全く類似してるんですね。あの時も核問題が大きな問題になったんですよ。で、当時ですね、2000年の時にあの金大中大統領が平壌を訪問しました、6月に。で、金正日総書記がですね、ぜひクリントン大統領につないでもらいたいと、でつないでどうするのか、腹割って話をしたいと、それはつなげるのは全く問題ないと、ですけども子供のね使い手じゃないから、何かそれなりのですね条件があるのかと言ったらですね、こういうこと言ったんですね。クリントン大統領閣下が我が国を訪問され、我々との間で平和協定を結び国交正常化をしていただけるならば、我々はその日をもって反米をやめます、米軍撤収については口にしませんと。金大中大統領驚きました。それでですね、特使を送ったんですね。その結果ですね、当時国務長官のオブライト氏が平壌を訪問したんです。
金正日総書記の上機嫌でですね、マスゲームを見せて、そして晩餐会で耳元で支えたんですね。金大中大統領に言わなかったもう一言言ったんですね。何かと言いますと、我々は韓国以上に親米になりますと。この言葉にですね、オルバレット国務長官は非常に驚いて、クリントン大統領に報告して、クリントン大統領がその年に11月に平壌訪問を計画したんですね。おそらく金正恩委員長もですね、18年前の父親のこの言葉をですね、おそらく再現させるんじゃないかなと、そういうふうに考えますとね、この核放棄の可能性は、私は青山さんの言うようにゼロではない。むしろアメリカとすればそういうような方向にですね、持っていく可能性というのも否定できないんじゃないかと。金正恩委員長が、はい、考えていることは分からないけれども、うん、ただこれは外務省の方はここにいらっしゃるけど、日米の外務省じゃないんですよ。私はもう割と元外務省、ね、私はもう自由に発言して、はい、今自由人の武藤さんもいらっしゃるけど、はい、日米の特に国連に関連している人たちは、金正恩委員長はおそらく国連にやってきて、それで演説をするという形で初めての訪米を狙ってるんじゃないかと。だからそのためなら、もう一回言いますが、どんな嘘でもつくだろうし、どんなポーズも見せるだろうし、でもそれが完全に核を手放して、まあ、はっきり言うと北朝鮮は核兵器除くとほとんど丸裸の国ですから、他の伝統的コンベンショナルな兵器ってのは全く使い物になりませんから。それから朝鮮人民軍もこのすごく強そうに見えるけども、実際は朝鮮戦争の経験からしても少なくとも米軍はそう思ってないんですよ。その一つ崩れると全部崩れると、かつての日本軍のような、例えば硫黄島の戦いの日本軍のような組織じゃないと見てるから、そうすると核を捨ててしまうってことはですね、要するに裸になるってことであって、で